週間家系ラーメン大食い対決。どうしたと？のせと？もっちです。というわけで、はい、今回は1週間企画なんですけども、はい、対決形式で行う1週間企画でございます。なるほど。はい、僕らといえば家系ラーメンですよね。いやまあそんな知られてないと思うけど。まあ、まあ知られてないと思うけど、ね。結構ね撮影終わった後とかみんなで行く、ね。いやもう俺らが一番家系ラーメン食ってると思う。本当はそれはそう。だって今週何杯食べました？今週ですか？今週は2、あ3ですね。俺も3ぐらい。今週まあ3ではないけど2は食ってます。そうなんです。はい、プライベートで週3家系ラーメン食うグループなんです。そうだからそんな俺らが1週間対決形式で家系ラーメンを食おうという意識を持ったらやばいんじゃないと。とんでもないことになる。やばいね。とんでもない量の家系ラーメンを1週間で消費するんじゃないっていうことですね。そうだね。そういうことですよ。うん、まあルールとしましては簡単です。こっから1週間それぞれがね家系ラーメンを食べる生活を行うんですけれども、はい、別に家系ラーメン以外は食ってもいいです。はい、また最終的に集計するのは家系ラーメンの食った杯数っていうんですか、一杯を1ポイントです、ね、はい、はい、まあ、何ポイント何杯食えるかっていうのを競っていくっていう、はい、では途中経過で、まあ、相手が何杯食ってるかっていうのは、まあ、お互い知らない状態にしました。はい、はい、でまあ、1週間後にね、まあ、血液の濃度を 50% ぐらいが家系のスープになってればいいなとんでもねえなトロットロ。そう、まあ、今日が7月11日の土曜日なんで、はい、まあ、来週の金曜日までにします。はい、はい、で土曜日にまた集計するといった感じですね。はい、一番食った人は名称の経費からその1週間食ったラーメン分を補填しますんで。あ、逆に食えなかった人も中途半端に頑張ってしまった人はもう自腹ラーメンですから。まあでもね、ここで手を抜くっていうのはしょっぱいよ。そうね、家系ラーメンよりね。あのあれ流しといて、ポン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 みたいな。わかんない。というわけで今回は1週間家系ラーメン大食い対決です。やっていきましょう。おい、結果発表。よいしょ。ということで1週間経過しました、はい、家系ラーメン1週間大食い対決の結果発表をしていこうと思います。はい、はい、まあ、形式はですね、1日目せーの何杯といった感じで、まあ、そのせーのの間にせーのと何杯の間にまあそれぞれが撮影してきた写真やら動画やらが挟まるって感じになります。はい、まあ1日目はね、まあ、知ってる、お互い知ってます、うん、まあまあまあ知ってますね。でまあいきますよ、じゃあ1日目から。はい、いきます。1日目せーの。初日です。はい、来ました。まあ土曜の夜ということでね、はいはい、1杯目はさすがにちょっと3人で1杯食べといて、まあ本番はまあちょっと明日から的な感じかなって、はいはい、そうですね、まあ、今日は普通に美味しくいっぱい食べましょう。食べましょう。いただきます。うまいよ。いやもうやばいねこれは。いただきます。はい、いや染みるんよね。うますぎる。いや顔染みてんな。いただきます。いや、これなんだよな。うめね、うめ、これ余裕だな。優勝余裕、ね、50ぐらいいけんちゃう。100いきます。2杯目ちょっと背伸びしたかな。いや普通にきついよね。きつい。2杯目の方がなんか麺のギチギチ量が多く見えんのよ。わかるわかる。なんかね、器でかくなる。わかる。そう、えってなるよね。なんで、まあ、僕はもうね、ないんで。いや2杯目もうないんだよ。2杯目完食。結構ギリ。もうギリ。あと一口いけたら、うん、もう明日動けなかった。というわけでね、1日目、はい、まあ初日はいっぺんに食ったんですけど、早くももっちと俺らで差がついてしまったという。絶対に勝つ。俺も絶対に勝つ。というわけでこっからは分からないので、まあ、ここから個人戦ということで、はい、1週間後楽しみにしてます。頑張ります。頑張ります。1日目せーの2杯。まあ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 、ここはね、いやーマジいっぱい、あの1日目のマジであれのせいでマジ気持ち悪くて1杯しか食えなかった。わさび、そうそう、大量わさび摂取事件ね。あれのせいでマジで1杯しか食えなかった。それは普通にかわいそうだこれはお互い知ってたんで、こっからですよ本番は。
うわ、なんかやばい、不安になってきた今。2日目から7日目までのこのお互い知らない間のこの時間怖すぎますね。ちょっとうわ俺ダメだ、もう怠惰だ。いや不安になっちゃった。なんでだよ、不安になっちゃった。いきますよ、はい、2日目せーの。2日目、せーの、3杯。すげえ、ここで来たぞ。あ、じゃあ今追いついて4-4-3-3。まあ、うわ、もっちやばい、もっちやばいぞ。もっちやばい。ごめんなさい、あの日曜だったじゃないですか、2日目。そうだね。もうね、なんかね、起きれなかった。ああ。なんかその、外出しないとね、重いのよ、足が。ーラーメン食いに行けなくて。めっちゃ明るい。めっちゃ明るい。で、めっちゃ後悔した、日曜のことを。確かに。さ、3日目行きますか。うわぁ、もう無理だ、俺。だって、おかしいやついるもん、一人。1日目行きますよ。はい。3日目、せーの。3日目。気合入ってます。いただきます。いただきます。あわよくば昼休み2杯食いたい。ナイス、うまっ。マジで羨ましい。俺も羨ましい。メインライス。うわー、ライス食いてー、ま、マジです。ちょうだい。いいよ。やばい、ライス。はい、3日目でございます。ということでね、今は12時ぐらい。無理です、無理です。ということで、ラーメン屋なのにね、ゴキブリがいるんですけれども、今日はね、4杯食いました。頑張っていきましょう。葛藤なの。いや無理だよお前、マジでやばいよお前。残り30分で3杯目行くやつダメだよ。うわガチでどうしよう。もう食べないし絶対、何があっても。いや俺はもう今日は無理だね。さすがに1時間半の間に3杯食ったら、なんか実質お前より食ってるから今。そうなんだよ、俺マジで負けたくないの。うわー長、お前葛藤。10分ぐらい葛藤してるやん。今までいました、3杯食べた人って。おお。じゃあもうモッチが食ったかどうかは、はい、まあ、まあ結果発表ということで。そうですね。3日目せーの、4杯。ええー、よしよしよし、やってる。いやー、こいつがやばいんだよ。やばいぞ。終わった。やばいぞ。終わった。やばいぞ。こいつらおかしい。5杯。1日で5杯。5。プランをやってたよ。プラン。聞きたい。いや、俺は、昼、学校の最寄りのラーメン屋行くじゃん。うん、で、授業終わりにもう一回行くじゃん。で、夜10時ぐらいに、そこ行くじゃん。うん、で、そこで俺は一杯食って、うん、で、モッチのバイト先まで行ったの、俺、勝手に。すげえ。で、こう思ってて、うん。で、そこのラーメン食おうと思ったら、こいつが、いや、さっき食ったから嫌だとか言い始めて、一緒に帰ってきて、もう一回そこのラーメン行って、二杯食った。やば。あ、ちょっと俺一個言いたいのがあって、三日目、僕昼に、学校の最寄りのあれを一杯だけ食って、バイト前にバイトの近くの一杯食ったんですけど、ハルキと食った時に、3杯食いました、一回で。え、こいつやばいんだよ。はぁ、あ、なんだ俺の目の前で3杯食ったんだよ。やばいぞ。さぁ、終わったー。マジで終わった。今お前何杯？10。今は、9だね。9
9、あ、まだいっぱいしたか、8、9、うん、怖い、うわー、あー失速した、ちょっと失速した。4日目、せーの、はい、1週間家系ラーメン大食い対決4日目なんですけど、昨日ね、1日で5杯食うというちょっととんでもなことをしてしまったせいで、それの副作用でね、ちょっと今日マジで食えない。お腹いっぱいとかじゃなくて胃がもうずっと気持ち悪くて昼は断念しました。ただ今日はね、夜友達と食べに行く約束を入れているので、それは少なくとも行こうと思うんですけど、ちょっとね、とりあえず今日を2羽食ってきたい。ちょっとまだどうなるか分かんないですけど、とりあえず2、いけて3ぐらいかなって思ってるんで頑張りたいと思います。ということで、まあ、現在8杯食ってるんですけれども、今日はですね、もう夜です。ですがちょっとお腹が痛すぎてまだね食ってなかったので、今10時ぐらいですけれども、今2杯食って、まあまあまあノルマは超えていこうかなと思います。ただいま時刻が11時47分なんですよ。今日はまだ1杯も食べてないということで、さすがにまずい、そして健康的にもまずいということで、こいつと共にこいつを飲み干してから、まあ、戦場に向かってまた写真なり動画なりを撮りたいと思います。頑張ります。いきます、4日目、せーの、2、うわー、出した5の反動がすごい、ね、そうだね、そうだね。でも2日で7杯食ってるってことでしょ。ずっと胃が痛いのよ。そうそうそう、食えなかった。すごいな、普通に。やば、空気詰まる。オッケーね、10、11、あー、もうだ、終わった。5日目いきますよ。はい、5日目、せーの、新しい店を開拓しに来ました。はい、というわけで5日目でございます。まあ本日もですね、4日目と同様、もう夜なんですけれども、まだ0杯なのでね、まあこの夕食で2杯食べようと思います。絶対勝つ。5日目です。いただきます。やだ、5日目いきますよ。はい、5日目、せーの、4、よし、うわー、こいつやばい、やばい、この2杯差でね、やばいっ て、お前だって今3杯差でしょ。今3杯差ある、やばい、こいつ、あーやばい、終わった、やばい、何杯だっけ、4 やばい、今俺12 12、12、15、いやー、もう追いつけない、もっちたいらしてくれ。いや6日目、はい、せーの、6日目です。6日目1杯目昼です。頑張ります。はい、ということで6日目の夜です。もうね、ラストオーダーでね、一気に2杯頼んでもしかしたら死ぬかもしれないですけど、食べていきたいと思います。お腹いっぱいですけど、とりあえず後でバイトなんで、バイト終わったらもう2杯ぐらい食べようと思います。さよなら。6日目、はい、せーの、4、よし、あー、こいつやばい、やばい、やってる。6日目ガチ時間なかった、マジ。1はやばい、うざい、1は夜飯、1は赤、1はね、昼飯、マジで1は赤。16、19、いや、19、あ、19、そう、19、19、16、うわー、で、13、最終日なんだよな、最終日。うわ、俺、こんだけ頑張って、俺ビリはないと思ってたわ、正直。多分ね、みんな思ってた。マッチがやばい、マッチキモい、やばい、本当にやばい、うざい、うざい、うざい。行く、最終日。はい、じゃあ7日目最終日、せーの、7日目最終日です。今日やって1杯目です。ガチと12時ぐらいまで追い込み頑張りたいと思います。
すいません。はい。ラーメンの醤油の波もう一つもらっていい？はい、替え玉じゃなくても大丈夫ですか？普通に、はい、醤油の波で、はい、で、麺固め味濃いめでお願いします。固め濃いめで、はい、はい、波固い室です。はい、ということで最終日でございます。今現在の時刻がですね12時17分ということで、お昼ご飯を食べるんですけれども、まあ例のごとく家系を食いたいと思います。まあ今現在16杯なので、まあ、今日でね4杯食べて20杯いって優勝を取りたいと思います。それでは行こうか。はい、ということでついに最終日の夜です。まあ今17なんで、まあ夢のね20杯ということで、もうできたらここで3杯食ってとどめを刺したいと思います。それでは食っていこう。最終日は気持ち悪すぎる。まあ結果発表で会おうや。間違いない。一緒に帰る。帰ろう。じゃあ7日目最終日。せーの、4。うわー。あーしゃー。いやー。お前食いすぎだよー。やばいな。結局そういうことよ。じゃない、もっち今23。23。うわー、俺もっと言っときゃよかった。あとご飯いけた。うわ、マジかー。最終結果として、俺が1週間で15。俺が20。で、俺が23。やべー。やば。シャバ。俺。15やばいね、普通に。15やばいよ。15やばいよ。15やばくないの!15 やばいよ。え、だって1週間。1週間だよ。そうだよ。2杯しか食ってません、平均。やばいよ。ごめんなさい。